仕掛けていくっていうようなことがあるといいなと思いますね、注目しましょう。その1回の攻撃です。バッター2番の中野、そしてこのあと3番に近本、4番にマルテが入って5番は糸原、6番にロハス、7番今日はセカンド木浪、8番に坂本、ラストバッターがピッチャー青柳です。さあ島田が出てバッター2番の中野、まあ、9月10月この後半に入ってからはバントという場面も非常に多くなってきたこの中野ではありますが、ここはどう攻めていくか。初球その構えはありません。ボール1です。まあ、一つ奥側の前になかなかこう崩せない、被打率も奥側からは1割6分5厘と打てていないタイガースなんですが、奥側自身が失点33の中の3分の1の11失点がこの初回にやっぱあるというところですから、まあやっぱり立ち上がりっていうのはどのピッチャーもやっぱり不安ですからね、まあこういうところを攻めていけたらいいんじゃないですかね。ランナーさんもスタート、最後に上がってランナーはしかしセカンド押した。この矢野監督が拍手をしている、まあ、その表情からも思惑通りという形になりました、そうですね、まあ、特にあの中野のこの初球がボールになってくれたこと、それも変化球でボールになってくれたことが、あの仕掛けやすいタイミングを生んだと思いますね。なるほど、まあ、高めのボール気味の球でしたよね、まあ、これはもうあの中野はね、まあ、エンドランでしょうから K 出してきました、そうですね、まあ、左方向へのヒットということもありまして、その様子を見ながら島田は無理をして三塁は行きませんでした。二塁でストップになりました。